関内阿久井町立図書館は、愛知県千多郡阿久井町の公共図書館である。1983年に開館した。2015年度の蔵書数は10万5326点、貸出冊数は18万7509点であった。2015年度末の阿久井町の人口は 28, 2万8372人であり、町民1人当たり、貸出冊数は6.6冊であった。 1980年6月に、千田郡阿久井町内で、図書館の建設構想が打ち出された。同年10月から、建物の設計が行われ、1981年3月10日には、延べ床面積が正式決定、1982年1月20日には、建設位置が最終決定された。この際に、建物が、 坂部城の空堀にかかることが判明したため、日本考古学協会会員を団長とする坂部城調査団が組織されて、3月には敷地にかかる部分の発掘調査や地形測量が行われている。1982年6月24日に図書館の寄稿式が行われると、6月25日には坂部城の祖先と思われる遺構が発見されている。 1983年3月に竣工し、1983年7月18日に、阿久井町立図書館が開館。開館時の蔵書数は25,171冊であった。1985年度末の蔵書数は53,566冊であり、初めて5万冊を超えた。1986年には、日本図書館協会建築賞の特定賞を受賞した。 1988年9月には敷地内に安沢網の区費を設置している。図書館開館前の1968年に発足したアグイ43読書会は1987年から1994年にはしばしば読書会記念講演会を開催している。1993年8月には開館10周年を記念して元 NHK アナウンサーで フリーアナウンサーの松平忠七が記念講演を行った。図書館が主催するイベントとしては、お話会、お楽しみ会、映画会など子供向けの行事、漫葉講座、童話作法講座など一般向けの行事があり、町民による自主的な講座も含めると、年間120から130回を開催していた。ヤングアダルトコーナーを設置する際には、学生の意見を反映させた。 これらの柔軟性ある運営が評価され、1992年11月には、日本図書館協会などが主催する第78回全国図書館大会で、庭群不総長の不総長図書館と共に、優秀図書館として表彰された。1993年時点では、人口2万人大前半ながら、年間2000万円近い図書購入費を有し、町民一人当たり、 貸出冊数は6冊を超えていた。1993年3月末時点の蔵書数は85,212冊であり、内絵本、自動書は23,149冊、郷土資料は2,158冊であった。その他に AV 資料は約2000点あり、新聞は12紙を、雑誌は105紙を購読していた。1996年6月には、 開館以来の総貸出冊数が200万冊を突破した。1995年度の貸出数は17万4891冊であり、住民1人当たり貸出冊数は県内でも高いレベルの7.2冊であった。2004年度末の増書数は10万878冊であり、初めて10万冊を超えた。 2013年6月には、開館30周年記念図書館展を行った。2009年には、名古屋鉄道と名鉄不動産が32ヘクタールの住宅地、日向の丘の分譲を開始したこともあって、阿久井町は、子育て世代を中心に人口が増加。2010年国勢調査から2015年国勢調査の5年間の人口増加率は、長久手市に次いで、 愛知県2位の9.0%に達した。2016年7月1日には2階の児童、親子閲覧室がリニューアルされ、それまでにはなかった母親向けの本や雑誌が並べられた。ほか、新たに購入した回転式本棚に絵本が並べられた。2016年時点で38台分の駐車場があったが、2016年予算で25台分を増やして、 2017年3月17日から63台分とした。2016年時点の来館者数は年間約9万人。2016年3月時点の蔵書数は約10万4000冊。名鉄港和線の坂部駅から南西に300メートル、坂部城市があり、城山公園として整備されている丘の中原に単独館として阿久井町立図書館がある。 周辺には、津島神社や、最小寺などの寺社や、阿久井町立城山保育園などがある。図書館の西500メートルには、阿久井町立阿久井スポーツ村があり、阿久井球場、阿久井スポーツ村陸上競技場、公益財団法人スポーツ医、科学研究所などがある。建物の設計は、丘設計。 上司にふさわしい外観として日本瓦を用いた和風建築が採用された。瓦屋根は緩やかな傾斜であり、かつての城の姿を彷彿とさせている。建物は丘の斜面に建てられており、正面玄関のある2階を視界としている。1階には学習室、視聴覚室、視聴覚準備室、閉鎖書庫などが、2階には一般開花室、一般閲覧室、参考、 共同資料室、親子、児童閲覧室、新聞、雑誌閲覧室、展示ホールなどがある。いずれの部屋も大きな窓が、室内に開放感を与えている。蔵書収容能力は10万冊。阿久井町立図書館の貸し出し可能者阿久井町、下半島五市五町、下半島五市五町は、広域貸し出し制度を制定しており、五市五町在住、在勤、 在学者であれば貸し出し登録を行うことができる。ありがとうございます。